電研三種過去問解説の動画をご覧いただき誠にありがとうございます。今回は平成26年度機械科目の問い17について解説をしたいと思います。問いの17は照明に関する B 問題であります。条件を確認していくと、まず光源は均等放射の球形光源、イメージ的には白熱球のようなものを考えればよいと思います。そして直径は30cm である。これが床から中心までの高さが 3m の位置に吊るされている状態であります。そしてこの光源からは全光速が12000ルーメン出ているという状態であります。まず括弧 A として、この光源直下の床の水平面照度の値として最も近いものを選びなさいと。これは図を書いてみると分かりやすくなると思います。この光源から直下の点、ここまでの高さが3m、ちなみに光源の中心からであります。 30cm の直径の光源で全方向に12000ルーメンを発しているということになります。この直下の点の照度 EH を求める場合、 EH を求める公式は距離の逆事乗の法則、つまり R の事乗分の I で求めることができますが、今は光速 F で表されているので I を求める必要があります。 I は立体角 Omega で光速を割ってやると出すことができます。この Omega はこの全方向に均等に放射している光源の場合は、オメガというのは 4π ということになります。ちなみにこの 4π というのは、半径 1m の球の表面積になります。立体角についてはまた今度機会があれば詳しくご説明したいと思います。ですのでこれを代入してやると I は4π 分の12000ということになるわけであります。そして R は 3m ですから、 EH は 4π 分の12000かける3の事乗分の1ということで、これを計算いたしますと 106.にルクスというのが出てまいります。ですので、選択肢としては括弧2の106が妥当かなというところになるわけであります。続いて、この光源の高度の値と輝度の値を選びなさいということであります。まず高度に関しては先ほどご説明したように 4π 分の12000ということになるわけですから、これを普通に計算してやると955カンデラとなります。次に問題になるのが輝度です。輝度は輝度の定義というのは、高度を見かけの面積で割ってやると。この見かけの面積というのは、今直径が 30cm の球ということですから、見かけは直径が 0.3m の円というふうに見ることができます。ですのでこの輝度は今回は 直径が 0.3 ですから、半径かける半径かける 3.14 度を求めることができますので、 0.15 の事乗かける π 分の955と、これで計算することができるわけであります。そういたしますと13517カンデラパー平方メーターというふうに求めることができるわけであります。
ですので、選択肢としてはまず高度が950を、そして輝度がおよそ 13,500 ということで、カッコ3が正解ということになるわけであります。この問題のポイントは、まずこの距離の逆事情の法則を使うために光源の光速から高度を求める必要があるというところにあります。そして高度を求めるときの立体角は、均等放射の球形光源の場合は 4π になるということになります。そして輝度、輝度を求める場合は高度を見かけの面積で割ると。この見かけの面積というのが、例えば球であれば円になると。この考え方が非常に重要になってくるわけであります。今回の問題は、証明の問題としては比較的難易度の優しいものであります。このような問題から基礎的な部分をしっかりと身につけて、応用的な問題に役立てるようにしていくと非常に良いかと思います。ぜひこの問題は繰り返し学習して、しっかりと考え方を身につけてください。今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。